どうも、昨日5年ぶりに歯医者に行きました、モノグラフの堀口です。このチャンネルではね、いろんなガジェットを紹介してるんですけど、意外と個性が出るなと思うのが充電器。 MacBook とか iPhone とか持ってるデバイスはみんな一緒なのに、充電器が被ることってあんまないんですよね。まあ選択肢も多いですし、優先するポイントがみんな違うのでばらけるんでしょうね。そんな充電器でちょっとね、最近楽しみにしてたのが、こちらのアンカーの充電器だったんですよ。前新製品発表会に行った時にこれ触ったんですけど、薄型で 65W 出せて、しかもねちょっとねヒンジが曲がるような機構になっていて、これはすごく人気出るだろうなと思ってたんですけども、なんとね、マテックからですね、このアンカーの充電器をすでに超えちゃってるかもしれない薄型リポートハイパワーの充電器が来たので、今日はそれについてお話しさせてください。もしかしたらアンカー待たずにこっち買っちゃった方がいいかも。はい、こちらがマテックの新作薄型充電器になるんですけれども、マテックはね、京都発の日本のベンチャー企業ですね。個人的にはアンカー CIO に次ぐ第3の充電器メーカーかなと思ってます。そんなマテックから出たのがこちら、ソニーチャージウルトラブレード 70W という充電器。名前にちょっと中二病感入ってるのがいいよね。早速中身開けてね、試してみたんですけれども、こちらがね本体になります。まあ見ても分かる通りですね、めちゃめちゃ薄型の、充電器になってます。いわゆるカード型の充電器で、これなんとね世界最薄、12.9mm のね厚さ、1.2cm、1.3cm ぐらいの厚さの充電器になってます。ですごいのはこの、薄さ小ささながら、70W これ単体で出すことができるっていうところですね。70W ってめちゃめちゃねパワー強いです。通常のね充電器でも、大体このサイズ感だと、30W とか 35W ぐらいっていうのがね平均だったりするんですけど、一気にそれを超えて 70W ですからね。ハイパワーで使うことができる充電器なので、小型なんですけど、これ1個入れておけば大抵のデバイスはね充電できちゃいますね。薄さもそうなんですけども、サイズ感としてもねめちゃめちゃちっちゃくて、このね僕のスマホ Galaxy Z Fold 6と比べても、これぐらいのね大きさになります。これだったら本当にポケットとかね、入りますし、ポーチの中でもね薄型で入れやすいなと思います。この充電器の最大出力が 70W なんですけれども、ポートはねここに2つ、搭載されておりまして、 USB-C ポートが2つですね。これで2台のデバイスを同時に充電することができるんですけれども、ここもねちゃんと割り振りの機能がありまして、 70W の中で、こっち35を使ったらこっちも同じく35とかね、こっち20使ったらこっち50使うみたいな感じで、繋いだデバイスの必要な電力をね測定して、それに合わせた電力を自動でね振り分けてくれるという機能もあります。でこの 70W ね確かにすごいけど、そこまでいらないよって思った方もいるんじゃないかなと思います。持ってるデバイスだったら 30W、40W で十分だよって方もいると思うんですけども、実はですね、この MacBook Air、大体 30W ぐらいで充電することができるんですけれども、充電のパワー自体はですね、70W ぐらい、70から 90W ぐらいまで対応しているっていうふうに言われていて、充電のスピードがねかなり上がるんですね。30W だと、じわじわね充電していくっていう感じなんですけれども、こちら 70W ぐらい出せると結構ね急速で充電をしてくれるんですよ。なので MacBook Air 使ってる人でもこれね十分恩恵ありますし、70W あれば MacBook Pro のね下位モデルとかも充電することができます。であとはやっぱり2ポートついてるので、この MacBook Air ね 30W で充電しながらも、こちらのスマホをね、20W とか 30W で充電をできるっていう、そういうね振り分けの機能もあるので、このサイズ感で70あったら本当に、いろんなことできちゃいますね。この小ささ軽さ薄さを実現しているのが新開発のガンウルトラというね半導体になってて、今までよく使われていた窒化ガリウムガンですね、それに加えて炭化ケイ素というね素材を使うことによって、より高出力で小型化、そして発熱を抑えた設計になってます。こういうねデバイスの小型化って結構リスクもねつきものなんですけれども、ちゃんとねこう安全性の部分、見守りの設計もしっかりしていて、温度が一定を超えたりするともう 0.1 秒で電源をね遮断するっていうプログラムが入っているので、そういった対策をね公言しているあたりですね、安心感というところもあるんじゃないかなと思います。価格に関しても結構頑張っていて、これ Amazon で5,990円、約6,000円でね買うことができます。で冒頭お話ししたアンカーのね新型ですね、まだ発売してなくて、今年のね冬からね来年の頭ぐらいに、出るかなって話らしいんですけど、それはね、6,990円かな、なので1,000円ね向こうの方が高いんですね。
で、アンカーは最大 65W だったりするので、まあ、70W 出せて同じ薄型2ポートで、まあ、1000円安いっていうことを考えると、かなりねコスパ面で考えても優秀な商品なんじゃないかなと思います。はい、マテックのこの新製品ね、今お話しした通りすごくねいい製品ね今回も作ってきてくれたなと思うんですけれども、まあ一つね、まあ触れておきたいなというか、まあさっきのねアンカーとの違い、というところで、語っておきたいポイントが一つありまして、それがですね、こちらですね、この背面のこのプラグ、この仕様について僕ねまだ触れてなかったと思うんですけども、これどうなってるかというと、こうやってカチャッとね折りたたみ式のものを倒して、このいわゆる L 字型で壁にねこうやって接続するタイプの、プラグの形状になってます。でこれがね、まあ一長一短あるというか、まあ人によって好みがあるんですよね。まあ、この L 字型の方が壁にね、つけた時に安定していいんですけれども、まあ、その代わりにちょっとねプラグのね、他のものに干渉しちゃったりとかして、させる数がね、制限があるとかっていうのもあって、人によってはこのね上側ですね、この上に伸びるような形でこう I 字型に刺したい、ストンと刺したいっていう方も、ね、結構いると思うんですよ。まあ、僕もね両方の気持ちわかるんですけど、まあ、逆に I 字型だとねこうやって壁につけた時に安定しないので、それはねそれで弱点かなって思うところもあるんですけれども、結構ねこのプラグの位置に関してはね、いろいろね皆さん意見があると思うんですね。で、それに対して解決策を出してきたのがアンカーの新型なんですね。アンカーの方はここのねヒンジがぐるっと回るようなね、構造になっていて、360度に近いのかな、ぐるっとねこう一周ねどの角度でもさせるよっていうのが、魅力なんですね。まあ、あれは結構画期的だなと思うんですけども、まあ、それに対してこちらはですね、まあ、どうしてもこのね位置が固定されてしまうので、出先で使う時にコンセントこの形状とかこの位置だとちょっと使えないなっていう場面がね発生してしまうかもしれないというところですね。ここがね、まあ、この90度までしか曲がらないよっていうところは一個ね、注意ポイントです。はい、というわけで今回はマテックさんの新作ですね、これを送ってもらったので、僕の方でもね、まあ率直に感想をお話ししてみました。まあ非常にね小型薄型軽量で 70W 出せるっていうところはめちゃめちゃ魅力だと思います。まあ僕ね今メインの、モバイルバッテリー、まあ、兼充電器ね、これを使ってるんですけど、アンカーの、これねモバイルバッテリー一体型の充電器ですね、プラグがついてて、これ自体が充電器兼ねモバイルバッテリーとしても蓄電してくれるってものでね、まあ、これがすごく気に入ってるんですけど、まあ、30W までしか出せないんですよね。なので MacBook とかのね、充電は結構ねゆっくりめですし、複数のねデバイスを一緒に充電することができないんですよ。まあ、これはこれで完成されてるなとは思いつつも、もうちょっとねやっぱパワーが欲しいなっていう時は確かにあるんですね。まあ、なので、まあ、それと一緒にこれを持ち歩いてあげて、パワー必要な時はこっちも使うみたいな使い方もねありかなと思いました。まあ、こんだけちっちゃいと本当にねこう持ち運んでる感覚なくね、カバンの中に入れておけるので、そういったサブの用途でもね使えるんじゃないかなと思いました。まあ本当にねマテックさんね、あの最近すごい伸びてきてますし、すごく品質とセンスのいいね、ガジェット作ってくれてるので、あの本当にねわがままを言っちゃうと、僕の希望を言っちゃうと、マテックさんが作るこれを見てみたいですね。あのモバイルバッテリー一体型でプラグ付きでケーブル付きみたいなやつ、これね待ってます。まあ前ねマテックさんがね作ってて僕も使ってたんですけど、あの廃盤になっちゃったのかな、最近ねもう売ってないんですよね、ちょっと販売中止しちゃって、またねあれの新型をねあの心待ちにしてますよっていうところをねこの動画でもね、お伝えさせていただこうかなと思います。まあこれはこれねすごくコンセプトね分かりやすいし、尖ったねいい製品、コスパもね品質もいい製品だと思いますので、まあ、こういうねちっちゃい小型の充電器でハイパーのものを探したっていう方はぜひねチェックしてみてください。あの詳細は概要欄の方に載せておきます。まあ、こんな感じですかね。まあ、MacBook とか iPhone とかね皆さんお気に入りのデバイスあると思うんですけども、まあ、そういうねデバイスにこだわるんだったら、こういったね充電器とか周辺機器のところにもこだわってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、このチャンネルモノグラフでは、こういったガジェットに関するお話とかねインテリアの話とかいろいろお話ししておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのほいちでした。バイバーイ。